こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国での軍事戦略が先日変更となり、グアムに展開していた B-5 に爆撃機が本国へと帰還したとの報道が流れた。今後、爆撃機は本土から展開する見込みのようだが、また、日本の米軍基地にも柔軟に展開できるため、本土での運用が決まった。グアム基地でのみ配備する必要がなくなった。爆撃機一つにしても、巡航ミサイル運用が注目されている米国だが、本当に戦車を展開するのは、なしになったのだろうか？今現在、米原子力空母が運用できなくなっている。急遽、アメリカ強襲揚陸艦が南シナ海へと展開する。動きが軽快なのが、強襲揚陸艦だろうし、なんといっても、ステルス戦闘機が艦載されている。今までの原子力空母では F-18 ホーネットの艦載機だった。しかし、次から来る強襲揚陸艦には、それこそ最新鋭のステルス戦闘機を艦載し、偵察活動を繰り返すことになる。中国としては、こちらの方が嫌なのではないだろうか。ステルス戦闘機で思い出したが、ステルス爆撃機のことも少し話さなくてはならない。中国がそっくりなステルス爆撃機を作っていることは有名な話だが、それでは B-21 爆撃機の話をする。ノースロップ・グラマン社が開発中の長距離戦略爆撃機 B-21。2020年1月末にレンダリングが公開されました。この機体の後円の設計、翼の一番後ろの部分が、高地における爆撃機の役割にいろいろと推測を呼ぶことにつながっているようです。加えて、アメリカ空軍の新たな声明が、その推測に裏付けを与えているようでもあります。アメリカ空軍は、新しい爆撃機の基礎を築くために、法的に必要な、環境影響審査に入りました。同時に、サービス担当者は、2月以降の公開会議で展示された大きなポスター掲示板に新爆撃機のデザインに関する詳細な情報を新たに公開しました。このポスターは現在 B21EIS.com サイトから入手できます。この B21EIS.com サイトは最終的な環境影響声明を完了するために、1年にわたる過程の間にデータを共有するため、空軍が設置したクリアリングハウスウェブサイトです。このポスターによると、B-21 は低高度訓練ルートを使用することは、期待されていないとのことです。ということは、B-21 は低くない場所高い場所を飛ぶための飛行機と判断できるわけです。その判断は正しいようです。B-2 はもともとは高高度、超高度ですね。爆撃機として考えられていたのですが、開発段階の土壇場での要件変更があったため、
ノースロップ・グラマンは、テイクオドミッション用の爆撃機の再設計を余儀なくされてしまいました。その結果、トレーリングエッジ、機体の最後端部は、単純なダブル形から、現在のような挙手状のデザインに変わりました。このトレーリングエッジは、機体の周辺を流れる空気がここで剥離するポイントです。飛行機にとっては重要な箇所ですね。B には低高度の訓練ルートが必要となります。アメリカ軍がこれまでにリリースした B-21 のレンダリングを確認すると、以前の高高度設計に似た後、円ということが明らかになっています。将来のステルス爆撃機に関する運用について詳しい内容を確認したことはないようです。また、空軍ポスターに関する別のコメントによると、B-21 の音響特性の公式説明とエンジン性能の情報が提供されているようです。それによると、B-21 のエンジン音は、B-1B 可変翼超音速戦略爆撃機や B-2 ステルス戦略爆撃機よりも静かだろうと予想されているとのことです。爆撃機の訓練は、部人に近い場所で行うとは思いますが、騒音が少ないことはいいですよね。B-21 のエンジンに関して、空軍が発表した情報というのは、プラット&ホイットニー、アメリカの複合企業で、航空機用エンジン生産のビッグ3の一つが、ノースロップの供給元である7社の中の1社として指名されたという事実ただ一つだけでした。秘密裏に開発しているというのが嫌というほどわかりますね。また、ポスターデータに戻りますが、B-21 は亜音速の飛行翼型である。B-2 のようなヒアフターバーニングエンジンを使用すると期待されているのですが、それを裏付けているようにも思われます。超音速である B-1B もアフターバーニングエンジンを搭載しています。アメリカはサウスダコラのエルスワース空軍基地を最初の B-21 運用中隊の基地として選択しました。その後、テキサスのダイエス AFB 空軍基地とミズーリ州のホワイトマン AFB を選びました。環境影響レビューでは、稼働中の主なベッドダウン、1の場所についてエルスワース、メイン州とダイエスを評価しています。